ものすごい歓声が一瞬バッと湧きました。展開ですけれども、おそらくブラニットが逃げてというものは先輩ですから、その中でまだセリオンはいないでしょ。いないですか。もう行かせる。今日はサツキ賞、オリアンに専念する。単勝で1番と9番に100円ずつですね。今日こそは当てたい。そうでした。まあ、過去逃げた馬というと結構いるので、うん、まあ、その辺りも含めて先ほど広瀬さんのお話にもありました、そのレースを早くなるかと思い切っていいでしょうね、引き離して、はい、ある程度そうなると2番手がどの馬が取るのかというところも非常に楽しみになってきます。まあ、前半は極端に早くならなくても中盤がさほど緩まない、まあ、そういうタフな流れになるのかなと。バックレーンで1、5、7、8、力のある馬がずらっと揃いました。そうですね。あとは各ジョッキのコース取りっていうのもね。そうですね。思惑がどうなっているのか。注目ポイントですよね。それこそ先ほどお話に上がりましたタッチュートの滝豊ジョッキーがどういう選択をするのか。さらにはフリーンファクシーにはダミアン・デーン、そしてファントムシーフ、クリストフルメールが収まっています。うちではソウルオリエンス2戦2勝、キャリア最少でのサツキ賞制覇はなるでしょうか。3番人気はこのベラジオオペラ、こちらは無傷の3連勝中、オモババの前走を制しています。今ベラジオオペラ収まりました。偶数番の角馬は10番のラスハンメル。そろそろスタートですか。こちらは前走逃げて2着、16番のタッチウッド、本庄武豊、大城を調教したの兄弟タッグ。最後に18番のマイナーウェア、こちらも2戦2勝、ゆっくりと収まって係に離れます。体重完了。ゲート開いてスタート切られた、ややバラついたスタート。タッチウッドやや後ろから、それからトップライフも後ろからになります。やはり押し手をして正面スタンド前の先行争いは逃げ宣言のグラニットが行くのか。外からはベラジオクラブ、9番が今先頭の集団にいますね。一番は逆に後ろの方ですね。1番がどんどん後ろ下がってますね。あ、9番は前に馬がいないから飛び出せるんじゃないですか。どうかな。一番出てきたぞ。お、あ、先頭。すごい競馬でした。一番後ろから飛び出しましたね。久しぶりの的中ですか。内を突く馬、外を突く馬、様々いる中で最初に先頭に立ったのはタスティ
倍率いくらでしょうね。もう三冠ってことは人気の馬だから 1. 何倍とかかな。平瀬さん、なんか先週の桜花賞に続いてまたすごいレースでした。おめでとうございます。じゃあまた来週。